明治天皇が崩御されたのが7月なのでちょうどぎりぎり3か月前にその秘技を伝授した。へ、はい、えー。伝授したはいいけれどあくまでも中継ぎだからリリーフだからさ<あ> <laughs> リリーフだからさ、はい、中継ぎだからさ、はい、最終的にちゃんとねあの天皇陛下のところに,私に行ではてだね、はい 今の上皇陛下がね、天皇陛下であらされた時代ですけれども、ねはい、そこからのドラマがねすげえんだお<う>この辺のドラマはねぜひ総力特集をね読んでいただきたいんだけどもハラハラドキドキ、はい、でそこでね重要な鍵となってくるのが、はい、鍋島藩,んん鍋藩突然の佐賀県佐賀県はい。ね 悲しいさが <laughs> あるよいろいろ探してねって言ってるけど <laughs> <laughs> いろいろあるよ佐賀県 <laughs> ねえ <laughs>、はい、鍋島藩鍋島藩ってすごいんだよね実はねねアームストロング法とかがあったりとかね、うん、そうそれ安井先生から聞いて明治期にもうでに香港までね電線がこうねモールス信号とかねあったんだよね直でねこれでしょミば<り>、ねはいね、はい 親類の,の方々も <laughs> やんごとなきそういう鍋島藩系のねえなんかねあ,あったみたいですね,ね<え>沖縄に行ってみたりで考えたらねた、うん、あのいわゆるその長崎の出島はい、うん、出島ってあれはもう言ってみれば天領みたいなもんだから、うん、直轄地なんだよね幕府のねはいはいでいろんなことを実質のその統治する上で あの尽力してたのはやっぱり隣接してる鍋島藩だったよねう。もうはっきり言って治安から何から含めて鍋島藩がまあ長崎の出島をこう抑えてただから海外のねいろんな情報とかがあったみたいで、はい、でこのうやっぱりね皇室関係にもそういう鍋島藩の方々やんごとなき方々がいて、はい、でその方が間に入って。 でいろいろこう釣ったもんだあるんだけども、はい、その火に伝授が果たして本当にね、金城、うん、陛下ルに伝わったのかどうか、はいはい、というドラマをね、あの見ていただきたい、読んでいただきたいんですけども、今回のね総力特集で、はい、そこになんでイエスキリストかか、はい、ってくんとかねやイエスキリストハフりの信者をもうさっぱり、ねでその辺のハフリの信人を含めて。 実はイエス・キリストの秘儀である。うん、まあ、安江先生いく、ハトホルの秘儀とかね。ハトホルのね、あとね、ピ、ね、ラミッドのね。そういうところに関わってくるんですが、はいはい、もう一つね。まあ、それはそれでね、非常にこう、イエス・キリストが。実はその十字架で、死んではいなくて、うん、身代わり。弟のなって、日本にまでやってきた。なんか、ね、我キウチさんのね、キウチ木内鶴彦さん。 日、はい、体験の、木内さんの話となんか繋がってくるというか。木内さんもそんなことおっしゃってました。っけそうそうそう。で、イエスキリストは日本に来て、諫早に。あ、そうだそうだ。イサハヤまたね。諫、ま、早、鍋島だから。え、近いですよ。もう、そうですね。諫早<う>です。諫早の。諫早のイサは、イエスのイサらしい。ちゃんとそこに温泉があってね。そう。 <laughs> いいお風呂ですよ <laughs> でそれがねすごいこう、はい、リンクしてくるんだけども、うん、もう一つねこの興味深いっていうのが鍋島藩と並んで、ね、長州、はい、長州ねはい、はい、長州まあいわゆるその明治維新の時だよね,ねご存知の通り明治天皇は実はすり替えられたんじゃないか。 うん、もう本当の明治天皇と公明天皇は暗殺されていて、はい、代わりに、ねうん、その長州にいた大室虎之助が明治天皇にすり替わって即位したという,、ねうんうん、有名な古賀きの写真なんかもありますけれども、うんうん、まあこれについてはいろんなこと言われてますね。 学問的にもね、うん、あの古べきの写真はねもうあんなのね別にね大したことねえよとね,ね偽物だ本物だ,物だといろいろただ写真自体は本物だからねあそっかであのーうん、古べきの写真で一番の問題っていうのはまあそこにねそのまあ言ってみれば坂本龍馬だとかさ勝海舟だとかそれこそ最後高森とか明治維新のね名だたる人たちがこうみんな写っている。 うん、まあそれいいよ、まあ、実際にねっ人だっていうふうに確定したのがあるんだけども何よりど真ん中にいるこの若い侍がいるわけよ。うん、でっかいこ,長いこうね長い、うん、刀を刺してど真ん中にねど真ん中にまあ当時は身分社会だからね真ん中にいるっていうことは一番偉い人でしょ。 その上にはねフルベッキがいるんだけども、はい、ど真ん中だもん、うん、彼は誰もう相当位が高くないと<誰>絶対座れない位置ですもんねだその。フルベッキーの写真を否定する人たちはいろんなこと言い方するんだけどたった一つよこのど真ん中にこう写っている人は誰ここなわけ。うん でまあ、すり解説を主張する方々はこれは大室虎之助なんだ、うんね、後の明治天皇なんだっていうふうに言うんだけども、はい、まあこのすり解説もねいろんなバージョンがあって、えー、明治天皇自体は暗殺されてはいなくて裏に回ったんだとかねはい、はい、もう征太天皇国太天皇みたいな言い方をする説もあるんですがこの野生先生 ね、もうびっくりすり替わったように見えていてすり替わってねないっていう説ですね。っていうこのね第三の説ですね何、うん、かねこれがねえー、みたいなね面白,い面白かったですここもなかななかかトリッキーな、うん、だからまさにね明治維新のあの動乱の中に孔明天皇がねその、まあ、皇太子で 後の明治天皇をまあ外にいた、ね、京都にずっと代、ね、理のところにお住まいになってたのを、はい、密かに、ねね、外にいたしてそれをこう全部う実行したのは高浜清七郎とうほ<う>この方は岡山の方岡山、ね、岡山と来れば安江先生 ですよね。ね岡山と岡山すごいらしいよなんか <laughs> な何にね何がですか岡山ねあの将来的にね、うん、日本の首都になるらしい <laughs> 岡山ね岡山すごいんだとおお<ー>だからね今ね岡山県のね岡山市だよね、はい、岡山県首都化計画っていう本当にやってるんですかそうそうそう岡山県で首都っていうので、ね、出てくるよ、えー、みんなこう名刺持ってるの 岡山県を首都にする地域会<海><海>があるんですね,ですね秘密結社みたいな、えー、えうちの弟岡山にいるので参加させようか、うんそうそうそう <laughs> だから岡山空港ってねあの結構大型の飛行機がこう発着できる、えー、結構ね他にはない、うん、あれらしいそうなんだ官邸 いざとなった時に官邸あるよね首都記念とかいろんなお役所とか政治家とかそれが入る建物もね用意しちゃってるらしいよ。それは勝手にですか秘密だよ表向きはねそういうふうな用途には行ってはいないけどいざ例えば東京関東大震災が来るとかおじさん噴火するとかミサイルが飛んできてやべえになった時にもすぐ。 えー、あるね岡山首都化計画っていうのがあって<ー>それにもね実はその関係してくるんだっていうふうにちゃんとじゃあもう魔法人みたいななんかもう,う <laughs> な,なってるのかな岡山にはもう, <laughs> う、まあ、ちなみにね地質的になんか一番古いらしいんでねなんかなんか古い,古いなんか地震に強いとかなんかそういったのはなんか天才に強いみたいな聞いたことはあるんですけどへえー。でまあ岡山に 一旦その明治天皇まあ幼い明治天皇が囲まれてうん、うん、でそっから長州と同じに、はい、まあ広島挟んでるけどうん、うんね、そこの長州に潜り込ませてで最後の最後に大室虎之助と入れ替え 明治天皇すり替え説じゃなくて大室天皇大物虎の付けすり替え説すり替え説なんですねで元に戻るっていう,うだからあの古べき写真に写ってるのは明治天皇本人なんだっていうね<ー>そうきたかみたいなねそうそのそれって,、えー、っていうねよっぽどだから本当に隠されてたからやっと野江先生によって本当に幼少期の明治天皇の写真なんてお ないからね。本当にないんですかね。ない,ないない。まあそれらしいのが一人前あるんだけどない,ないないない。あの結構な年っていうか青年になってからとか即位した後はうん、うん、いっぱいあるけれども、うん、ないないない。皇室にも。だってねミスの向こうに生まれた方ですよ、ね。なかなか写真なんてね,そう,ねそうですよねいやーだからそれがねこう今回の はい、神道のこれさらにイエス・キリストのハトホルの神日う儀、ん、これが見事、ね、にねこなんかドラマ、ね、感動感動ですねでも本当あのハトホルの悲儀は前も言ったんですけどあれガチであのすごいですからねうちのバンドメンバーもそれでやってんのかい <laughs> 子供授かりましたから、ねえー、それを私もハトホルの悲儀を。 あの受けて、私も子供授かったので、ちゃんと。ハートホールの木はね、すごいんですよ。なんか壁ドンみたいな感じみたいなね。あ、そうそうそう、壁。壁ドン。そうそうそう、大野までね、大野まで壁ドン。壁ドン。あれ、効果絶大で、誰でも。ね、それはね。そう。イメ、イメトレでできる。イメトレ。でなんで。 ハトホルの儀はね、効果絶大なので、<う>ぜひ皆様もやってもらいたいぐらい。で野生戦争のファンの方はね、ぜひ今回の総力特集を、ね、じっくりと。そうですね、感動しますね。ね読んでください、はい、はい。総力特集、すごい面白いので、お読みください。ありがとうございます。